にちは。今日は、前回やった母岩付きオパールの加工の、第2回目をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。前回、途中までやって、今どこにまでなりましたかね。どこまでかな、いや、うん、多分、うん、あと180を2つやったら320にいくのかな、うんうんうんなので板を変えている感じですね。さっきまでちょっと磨きをやってたので。あ、そうなんですね。ボガン付きオパール、うん、じゃあちょっと一番初めの状態を、はい、お、なるほど。はい、じゃあこちらを、これを、まあ、もうちょっとまともな感じの形に整えていくって感じですか。あ、なるほど。あ、こんにちは。コメントありがとうございます。お、すごい、この今磨いてる結構オパール感がある、うん、ねえ、すごいオパール感ある。前回ちょっとオパール感があんまりないかもみたいな感じだったけど、うん、筋状にちょっと入ってるのも多いけど、うん、これはここ一面に入って、うん、あ、こんにちは、ありがとうございます。初めて見た、ありがとうございます。ガガガッと今、うん、ダイヤモンドのディスクで削ってます。削ってます。180番、一番粗い番手で、うん、大体の形を取ってるところです。はい、なるほど。今側面の、うん、ところも取って、うん、すごい、面積広いと削りにくいので、はい、うん、できるだけ余分なところを取りながらいきます。うん、ダイヤモンドのディスクに目が輝いてますね。本当そうなんですよ、 石を磨くのってその石よりも硬いもので削らないといけないので、基本的にやっぱりダイヤモンドが硬いので、ダイヤモンドのこの高い、うん、このねやつで磨いてますね、板で。あ、すごい綺麗になってきた。これ雫型ですかね。冬型。うん。すごい、でもなんかさっきのあっという間に磨けた。柔らかいので。あ、こうって感心してる。柔らかくてあっという間に削れちゃうので。うん、オパールは。そう、ここではざっとしか。やらない。うん、そうなんだ。石によってはここでもうちょっとみたいな感じなの。うん、ある。へえ。すごい。ガードルを薄くするために。うん。ちょっとどこか。今こっちが、うん、下側ね、下って鉛筆で書いてるんだけど。あ、本当だ。形作るときには裏側から見て作ります。へえ、そうなんだ。裏側の形を見て、裏側をあんまりこう高い山作ることは、うん、ほぼないので、うん、裏は平らか、もしくはちょっと薄く山、場合によってつけるぐらいなので、うんうん、あ、コメントでツヤツヤって書いてあるけど、もっとツヤツヤになるんだよまだこれ過程だから。そうね、お水つけるとツヤツヤマジで、さらに、で今180が終わったので、はい、板を変えて、これね、うん、仕入れた時のロットが違うと同じサイズで言ってもこんだけ違うの。あ、え、ずれてるね。あ、本当だ、ちっちゃいのよ。で、そ、何がちっちゃいと今後何が起こるかっていうと、うん、下の段に隙間ができてて、うん、板とね、でここに研磨の粉がたまるの。そうか。でたまると何がいけないかというと、うん、次の板を乗せた時に、あ、前の粉が入っちゃうから、そう、入っちゃう。ここのところの中に、うん、間にちょっとでも何か異物があると、うん、こう板がね波打っちゃって、へえ、まあ、回転しながら波打っちゃって加工が変な風になっちゃ う、あの石を加工しながらね、飛んじゃうの、ピョンピョンって。へえ。そうすると、まあまあ刺激で割れる石もあれば、うん、まあ、やっぱり綺麗な形にならないので、うん、ざっと両面拭いて、うん、
るほど。いらないものも落としてえ、違うんだ板、仕入れした時の板のサイズが違う、はい、まさかの、うん、まさかの違ったみたいな、まさかのそう、うん、仕入れる国によっていろいろとねあ、じゅうもみさん面白いって、うん、目がハートになってる、ありがとうございます。よし、じゃあ今どんな感じか、あ、さっきこのオーバルやったかも、うん、さっきやったかも、うん、この形からまだ変な形してるな、うん、形を整える。あ、ともみさん、あ、これでともみって読むんだ、十でともみなんだ。まああとはやること最終的にははい線に線の番手で磨いていくので、うん、目を詰めながら形を整える、うん、で今180で今320、はい、次が600で600で本決まりの形になるので、へ、まあ、ここでもざっと、そうなんだ、何を見るのかというと、はい、ズあーここ出てるな、あ落ち込んでるな、ちょっと米みたいに、うん、少しね、でここちょっと出てるな、こっちがちょっと出てるかなみたいな、あ、それぞれ山にして、うん、シンメトリーを目指す。なるほど、ここ出てるねみたいな、こうやって当てながら見ると、うん、分かりやすいと。なるほどね、まあ、でもよく細かく見ていかないと難しいですね。そう、オーバル取るのも難しい、シンメトリー、まあフリーハンドでラウンドを取るのが一番難しいけど、うん、ラウンドはまあラウンドに取っちゃう機会があるんで、うん、あ、いつも見に来てくれてるめぐみさんが来た、めぐみさんこんにちは、こんにちは、前回の続きちょっとやってます。今日は320です、うん、板がそう、これヒラヒラだから、あ、なんかこうこう行ってるなって、わかるかな、あ、ちょっとね、左側ね、こっち、あはは、あ、ちょっと斜めね、キュイって言ってる、こっち側から取ろうかな、そうやってね、形をね、これ、まあ、ひら、後ろ平らだからそんなのもわかりやすいんだけど、うん、こう、ちょっともう、もともとの石の関係で、うん、平らじゃないと、うん、なんか微妙なんだけど、どこが出てるか微妙にやっぱりわかりにくいと、私はみよこちゃん細かく綺麗にやってくれるからね。ちなみに今日やっている石は浅草のフリーマーケットでちょっと販売したり、または8月かな、8月のなんか、うん、横浜だったかな、ミネラルショーに持っていく、うん、なのでぜひ遊びに来てください。やっぱこっちにこう行ってるね、あ、ほんとだほんとだ、よーく見ると ね細かいな、どこを取ろうかなみたいな、こっちを取るか、うん、でこの場合ここを取って整えるか、うんうん、ここを取って整えるか、あ、形がね、形がね、どうしようかな。でもみよこちゃんってぷっくり感が好きなんでしょ、ぷっくり系の、そうそう、ぷっくり系もね、雫が好きだよ、この歩の入り方、ここにオパール層が見えているので、うん、あ、本当だ本当だ、あんまりこっちを攻めちゃうと、そういうことか、残るところが少ない、であんまり隅っこにあっても、うん、物としてはこうバランスが悪いと、うんうんうん、そういうところで、あ、あとごめんなさい、一つ聞いてみたいんですけど、はい、これ母岩付きオパールじゃないですか、うん、その母岩自体っていうのは、うん、ただの石なの、いつも思うんだけど、本当のなんか石ころの石っていう意味なの、よくわかんないんだけど、まあそうね、ああ石自体はそんなになんていうの、柔らかくはないの、これは柔らかいね、あ、これは、うん、その母岩自体も柔らかい、母岩も柔らかい、へえ。いわゆる宝石質のものって単結晶とか、うん、まあ、結晶の一つの結晶の塊が多いね、うんうん、こういうものはいろんな鉱物が集まって、うん、まあ岩のような、なんていうかみたいな、うんうん、
が集まってるから、うん、結集ごとのつながりが強くないから、うん、まあそこそこ柔らかいと。そうなんだ、うん、でつながりがどのぐらい硬いかとかね。へそう、いつも母眼つけてて、この母眼はただの石ころなのかみたいな、いつも思ってた。たぶん正式名称はしっかりとあるんだろうけど。あ、そうなんだ。あるんだとは思うけれど。まだもうちょっとね。形がどんどん整っていく。お。この石自体の良さを生かすために、この石のこのオパールのね良さを生かすために、そうやって形を作るんだ、うん、好みはぷっくりだけど、そうぷっくりにはできない、うん、なるほどね。母眼付きオパールとカンテラオパールは別物ですか？私ちょっとこのカンテラオパールはちょっとよくわかんないけど、うん、なんか成分とか産地とかが違うと思うんだけど、うん、あ、成分が違うから一応別物とする感じなのかな。パールもいろいろあるから、うん、なんとも言えない、うん、多分それで調べれば答えが出ると思うんだけど、パッと調べたらちょっと答えができるので、うん、これちょっと次回次回のライブの時までにね、調べておきますよ。うん、はい。オパールの入り方もいろいろ産地と、模様、うん、色の入り方と、うん、地の色とかでもいろいろ違ってて、うん。そうか。いろいろ。なるほどって、めぐみさん。あ、ともみさんがちょっと出ます。またね、またねググってみます。あ、ググ、ググって。これがいいと思います。まあ、たまに変なことも書いてあるけど、まあまあ大概。うん。エチオピアパールか、ここ数年、うん、まあまあ数年前だけど、うん、流行って、うん、まあ、全体的に白っぽくて、麩がいっぱい出て、とっても綺麗なのがあるんで、その割にはお値段安いみたいなのがざっと出回って、一時流行ってたんだけど、うん、ちょっとなんか、なんとも処理に困る石で。なんでなんで、なんか、ね、柔らかすぎるってこと？カットすると、うん、パリパリっとクラックが入りやすいのと、あ、そうなんだ。なんか知らないけど色が変わっちゃうとか。え、加工してる間に、うん、あれ昨日見た色と違うぞみたいな。そうそうそう、あれ赤くなっちゃったとか、なんかいろいろあって、リカット受付不可みたいなことがありました。へー、そういうのがあったんですね。オパールは本当に値段がピンキリですよね。うん、ピンキリ。うん、ブラックオパールっていうとすっごい高くなっちゃうんだけど、うんうん、ブラックっぽいオパールだとすごい安かったり。あ、そうなんだ。多分なんかの線引きがあるんだろうけど、忘れちゃった。まあまあ鑑別しないといけないよ、うん、それはなんかやっぱ鑑定書を出してくれるところで見てもらってって感じか。うん、そうね。なんだろう、何の花なんだろうね、うん、鑑定できる人がうちにはちょっといないからわかんないけど、いつも産地とか成分とかでいろいろ、あ、そうかそうか、産地ね、さすがにね、成分まではわからないし。なるほど、という感じでちょっと今日はこれぐらいの時間になってしまいましたが、今日はちょっと形を整える2段階目、低温用のラックなので、うん、ラックなので、うん、ちょっとの衝撃に外れてしまいます。あ、パコってね、まだまだ途中なのに外れました、うん、ということもよくあります。はい、ということです。じゃあ、今日はねこの辺にしておきます。次回もしこれするとしたら、また形をちょっと整えるって感じなのか。そうだね、どこまで行ってるかわかんないけど、うん、まだ山も全然残ってるので、うん、何かしら、はい、もしかしたらこれをやるかもしれません。お疲れ様でした。